お疲れ様です。ラットです。ということで、今回もね、クラッシュライドやっていくんですけど、今日はですね、新環境にね、なりましたというわけで、まあ、新環境のもう超おすすめなデッキをね、僕がね、紹介したいなと思います。で、こちらのね、高回転、ダクネヒーラーデッキとなっております。で、こちらなんですけども、まあ、エリクサー平均コスト 2.8 で、スケルトンとね、アイススピリットが入っておりますので、まあ、結構ね、高回転です。で、見たときに、これなんで攻めるのって。メインカード忘れてないとかね、ちょっと思った方いると思うんですけども、これね、ヒーラーがですね、今回ね、新しく登場したんですけども、こいつが強すぎて、もう主軸いらない事件ですよね、もう。で、ダクネもね、最近すごい輝いておりまして、このダクネとヒーラーがそれまた相性良くてですね、アイゴレダクネヒーラーでね、もうタワー落とせます。はい、もうそういったデッキです。ですので、結構チンパンですね。はい、で、ヒーラーのまあ効果としてはですね、自分が攻撃するたびに、自分プラス周りがね、HP を回復するよっていう感じですね。こんな感じで攻撃した瞬間に自分プラス周りがね、回復しますので、まあ、結構強いですね。で、しかも殴ってる分ずっと回復します。で、また、あとはですね、相手陣地にいると、自分をね、勝手に回復させます。攻撃してなくても。自分の陣地だと寝てるんですけど、普通にね。相手の陣地にこう歩いていくと、橋渡るぐらいからかな。この自分をね、勝手にこう、回復させます。なんで、まあ、相手のターンにもね、すごい届いて、ダメージをね、与えるカードになっております。でも、ちょいちょいね、回復しなかったりしたりするんで、そこがね、まだちょっと、明確ではないっていうのはね、あるんですけども、まあ、これでね、今日はやっていきたいなと思います。はい。で、まあ、こちらなんですけども、まあ、ダクネとね、ヒーラーが相性いいって言ったんですけど、まあ、ダークネクロってよくポイズン打たれてね、ポイズンに処理されるイメージがあるんですけども、まあ、言ったらポイズンに弱いカードなんですよね。まあ、それ以外は、まあ、ライトニングで処理されたらコウモリが残ったり、まあ、ファイボで処理されても、まあ、コウモリがやっぱ残るよねっていうので、ファイブウッド、ファイブザップ打たれても、ファイブザップだったら死なないか、はい、なんですけども、まあ、ポイズンとか打たれた時に、こう、ヒーラーをね、こう、横に出してあげたり、一緒のところにいると、こういうことですね。これ、マスケが溺れてるんですけど、ここにヒーラーを出してあげることによって、このマスケを回復してあげられるんですよ。これ、こういうこと。今、こう、ちょっと回復したんですけど、これをね、ダクネとセットでできれば、もう、ダクネがね、ポイズン打たれても死なないんですよ。これが、もう、強すぎる、事件です。本当に。ですので、もう、ダクネプラス、ヒーラーで、ポイズンはね、もう全然怖くないんですよね、何も。で、ライトニングにじゃあ弱くないってなるんですけど、ヒーラーなんと、ライトニングも耐えちゃいます。で、ライトニング打たれた後に HP が、まあちょっとになるんですけど、結局相手を攻撃すると、自分回復するんですよね、ヒーラー。だから、ライトニング打たれたのに、すぐ HP こう回復して、不死身になるっていう感じですね。お前、強すぎだろって感じで、ヒーラーロケットもね、耐えます。えっていう感じなんですけど、これマジで。スペルでは処理されないユニットとなっておりますので、まあ、ユニットに弱いって感じなんですけど、まあ、ミニペッカとかかな、多分一番弱いのが。まあ、そこら辺がね、ちょっとまだ、むずいところなんですけど、これファイブザップ速攻ってあげて。よいしょ。ファイブザップで、あの子は処理できたのかな、ダクネも。よいしょ、オーケー。さあ、ここはヒーラーが回復してくれたことによって、ダークネクロが生きておりますね。ここは一回捨てて、ケツダクネから組んで、これまあ、ポイズン打たれたらヒーラー出したいですね。まあ、絶対打ってくると思うんですけど、防衛ポイズンか、ここで。よいしょ。もうヒーラーいますので、ね、僕は何も怖くないですね、これ。回復してくれますかね、このダクネを。美味しいっすわ、これ。これダクネが無限回復ですね。よいしょ。ここちょっとね、マスケをね、勝たしたいですね、僕のマスケ。で、ここね、ヒーラーがこう、溜まっていくんですよ。やっぱ回復するイコール、こう、残りますから、これに、こう、アイゴレをこうつけていって、こう、無限ヒーラーが感染するんですね。無限ヒーラー。で、こう、ヒーラーがいっぱい溜まっていって、気づいたら3体、4体にこう、溜まるんですよ。あ、今回ちょっと死んじゃってるんですけど。で、そしたら、もうね、無限回復しておりますので、相手は僕のもうユニットを、のこの回復量に勝てないんですよね。しかもヒーラーってロケットとかで処理できませんから、いっぱいこうユニット貯めたら最後ロケットバーンとかで、ああ、美味しく処理されたってあるんですけど、ヒーラーロケットで死にませんので、この2体3体とヒーラーが溜まっていくんですよね。
もうそしたらもうね、勝ちでございますね。そのもう3、4体いるヒーラーの間に1体ダクネがポツンとね、いるかもしれないんですけども、もうそれだけでね、メガナイトとかに踏まれても回復、全部回復するし、メガナイト処理するし、みたいな。もう相手がヒーラーを1回ミスで、処理できなかった。もうミスした時点で、もうヒーラーが2体目こう溜まっていきますので、もう相手はね、ゲームオーバーということになってしまいます。で、こちらのデッキなんですけども、結構ね、こう、ライキさんとか、オズニキとフレバとして、いや、お前強すぎやん、みたいな、こう、まあ、デッキが強いだけなんですよ、これ。っていう感じで、もうデッキめちゃくちゃ強いんでね、この最後ね、ライキさんともやったこのめっちゃいいリプがあるんで、それも最後流せればいいかなと思います。で、まあ、このデッキの他に強い点としてはですね、今回ね、ヒーラーが出たと同時に、ナイトが、HP5% アップ、30死の、こう、ユニットが出る時間、設置時間が3秒から2秒になりましたっていうので、まあ、出方もね、また変わったんですけども、デリゴレが加工しちゃうよっていうので、30死が今すげえ増えてきたんですよ。で、30死に対して、まあ、30死のメタってやっぱ5ザップ、トルネ5なんですけど、そういうことですね。はい。30死に強いです。まあ、アイゴレダクネヒーラー出して、30死来た瞬間、5ザップバーンで、ジジイって感じですね。というわけで、こう、ジューシー J はですね、プロですね。どこのチームだったっけ、まあ、CRL ウエストのチームのプレイヤーなんですけど、よいしょ。これ勝ちたいですね。アイゴレダクネでヒーラー作って、まあ、ファイブザップ打つだけかなと思います。本当に。で、これもマスケット出しています。うおい!やば!なんか無限ヒーラーみたいにしてるじゃん。遊ぶな。え、でも、俺も負けてない。やばこう、そう、ヒーラーの回復強いんですよね、結構。で、あとは、そう、殴るたびに回復なんですけども、やっぱ射程が、ちょっと近距離目、ナイトみたいな感じですので、このマスケットからね、永遠にこう殴れるっていうので、マスケもね、また強いですね。まあ、ダクネの、メタカードがまたベビードラゴンなんですけども、そのベビードラゴンを、こうマスケで、ね、処理できるっていうので、まあ、ダクネが弱いベビードラとか、そういったユニットに対してマスケットでカバーしていくっていうのがね、できますので、よいしょ。これはまた相手のデッキの癖が強いんじゃ、本当に。ヒーラーミラーですね。これね、むずいっすね。ヒーラーミラーされた時に、どうするこれ。勝てないんだよね、この回復量に。マジで。これ。回復しちゃうからさ、相手が。一体処理できればこっちのもんなんですけど。ヒーラーヒール使ってるこれ。相手。遊んでるなんかね。何してんのっていう。でも、わかんないんですよね。これやば。ちょっと待って。で、回復する前にちょっとファイブで処理したい。おい。いや、そうなんです。タワー殴るな。タワー殴ると回復する。やばい。いや、相手のデッキもえぐいですね。まあ、言ったらね、このデッキが高回転な強みとしては、ヒーラーがね、2周目もあるので、そこはね、僕も活かしていきたいところなんですけども、よいしょ。これ、自陣であとは守るとね、より、いいですね。よいしょ。やば、フリーズ。相手のデッキえぐいですね。まあ、ヒーラーちょっと2体目欲しいですね、僕は。で、こう、マスケットで処理しつつ、やべえ、相手、これ。で、ランバー、やべえ。え、このレイジヒーラーはやべえよ。ちょっと、話が違う。あ、出た。出た、それ。え、なんだこれ。そんなことある終わった。いや、マジで、強いんですよ、これ、本当に。ヒーラーを、こう、2体、3体と作られてしまうと、もう、処理できないんですよね、これ。メガナイトであそこ踏んだとしても、結局回復しちゃって、あと、ダクネとかランバーで殴られて、メガナイトも処理されちゃうんですよ。で、もう処理できないじゃんで、終わりなんですよね、マジで。本当にこれ。やばいんですよ、マジで。何でも処理できないっていうので、相手の時またエグいですね。これもね、ちょっと面白いですね。ちょっとパクっちゃおうかな。はい、というわけで、ちょっとね、こう負けちゃったんですけど、こんな感じでヒーラーをね、やっぱ2体3体と作られてしまうと、やっぱね、きついかなというのがね、ありますね。はい。で、この辺で、こう、最後ですね、こう、ペッカ工場対、でか、なんか、ね、一戦やろうっていう話をして、こう、一戦やって、まあ、僕が勝って、いや、ペッカ工場でオズニキが多分やったんですね。だから、ライキさんも、じゃあ俺もペッカ工場で、あ、わかった倒し方わかったってなって、やって何回もこうやったんですけども、ちょっとね、こう最後の最後なんですけども、超激アツなね、試合が生まれてしまいました。
まあ、何回もやって立ち回りこうだなこうだなって確認したんですけど、まあ、それもね結構突破できる、カードパワー、まあ、デッキパワーがあるんじゃないかなと思いますね。ヒーラーですね、とりあえず本当に。で、まあ、結構マスケットもヒーラーで回復されて残るとうざいんですけど、やっぱりダークネクロがね、残った方がやっぱそのDPS ダメージ的には伸びますので、ダークネクロプラス、まあ、ヒーラーにアイゴレを、まあ、つける形がやっぱ一番強いかなと思います。で、言ったらナイトとかダックプリンみたいなものなので、ヒーラーはそれの回復、まあ、普通に、ね、今みたいなゴーストの受けとして、ゴーストに合わせて後ろからこう出したりだとかもできますので、普通のね、ただの縦ユニットといいますか、受けユニットですね。ペッカとか。ペッカ3発多分受けれたんですよね。回復するし。ペッカ3発って結構エグいですよね。はい。ですので、普通のね、受けユニットとしても、すごい優秀かなと思います。はい。というわけで、こちらなんですけど、まあ、対ペッカですね。まあ、言ったら通んないんですよね。言ったら、まあ、なんで、まあ、こう、ちょっとね、見ていただきたいんですけども、まあ、マスケットがあることによって、こういったね、相手のマジックアーチャーにファイブがない時とかもね、こう、後ろから合わせれますので、で、ここのゴーストとかは多分、まあ、アイゴレか。アイゴレありましたので、アイゴレ。まあ、普通にヒーラーでも受けれますので、ここ多分、ダクネ、はい、からの、このダクネにね、普通は相手はポイズン打ってくるんですよね。そこはもうヒーラーで回復できちゃいますので、これがね、やばいっすよ、マジで。ちょっとさっき負けたの悔しいな、マジで。で、あと回転早いですので、スケアイスピアイゴレダックネみたいな、こんな感じでね、カードを回して逆サイを守ることができます。で、逆サイは、ペッカ側ね、ダークネクロプラス、マスケットで処理できておりますので、ここね、ミリノコリのダクネの前に、ヒーラーつけて、ダクネ回復させようと思ったんですけども、うまいことね、マジャジャで処理されましたね。まあ、あれぐらいミリ残りだとね、ちょっとあんま良くないかなっていうのあるんですけど、まあ、自陣のね、ダクネにヒーラーをね、ちょっと合わせれると最強かなと思いますね。ここはライキさんが一回攻めてきてますので、まあ、丁寧に防衛してますね。で、マジックアーチャーにはファイブを打って、まあ、マジアチャーもね、ちょっと多いんですよね。まあ、マジアチャーとか三重子、今後絶対三重子増えます。これマジでね、確定ですね。グラチャで12勝でも三重子の、こう、で12勝したみたいな、いろんな三重子の、三重子ヒーラーとかのデッキがすごいあるんですけど、やっぱ三重子めっちゃ多いですね。自分も三重子ヒーラーでね、12勝したので、そちらのね、動画も、多分投げると思うのでね、見てもらえると、いいかなと思うんですけども、ここマジアチャには、ね、速攻5打って、ここね、この追加がクソうまいんですよね、これ。アイゴルで逆線誘導しつつ、この来ないやつはね、低めマスケプラス、マスケアイスピとかね、耐えていきます。で、ここはちょっとカウンターチャンスかなっていう感じですね。防衛で使ったマスケット残ってますので。はい、で、ヒーラー、こう、ペッカいても溶かせるんですよね。結局、アイゴレダクネの、マスケットがあれば。まあ、形作って、またね、小物で守っていくって感じですね。まあ、ですけど、ここのね、ザップのタイミング神ですね。ファイボで処理。で、まあ、マスケットが、まあまあ、頑張ってるよっていう。まあ、結構ね、まあ、見た、こう、普通にこう見ると、なんかすごい泥仕合に見えるんですけど、これ、一個一個にね、この、ライキさんのこう、防衛テクがめちゃくちゃあるんですよ。やっぱ、ザップのタイミングですね、上手い人は。上手い人はね、その、ザップを打つことによって、やっぱ、ユニットがね、その、殴れない。なんか、一瞬、まあ、止まりますので、そう、殴られない分、HP がね、残るっていうので、残す、ユニットの残し方がね、ちょっとそこがね、うまいですね。まあ僕もここね、しっかり攻めて、もう勝ちにね、いってますね。もうアイゴレダクネヒーラーで、追加マスケでね、結構ダメージ入りますので、ここの防衛ちょっと怖いんですけど、まあアイススピリットがね、こんな感じで役立ちます。で、ヒーラーでゴースト受けつつ、ダークネクロをね、回復するっていうね。これがまたね、ヒーラーが受けとして優秀すぎますね。で、これラストは、マジアチャ入ってるんですけど、ここね、ファイボ打ってギリ追いついて、ポイズン打たれて、ザップ打たれて、危ない。0.1 秒ぐらいにちょっと立ってたら負けてたかもしれないんですけど。っていう感じで、まあ、アイゴレダクネヒーラーですね。はい。もうケツから組んじゃって、で、ヒーラーに周目とか回ると、もう最強かなってなりますね。さっきね、僕がやられたみたいな形を作れると、マジでね、ちょっと強いんでね。
よければね、こちら、皆さんお使いください。というわけで、本日はね、こんな感じで終わりにしたいと思うんですけども、ヒーラーがちょっとね、強すぎて、今回ヒーラーばっかに多分今後なると思うんですけどね、そこはね、ちょっとシャアなしっていう感じで、ヒーラーのメタカードはね、ちょっとむずいんですよね。結構、まあ、ソラユニットかな、やっぱベビードラゴン、メガガガゴイルとかが、まあ、やっぱメタにはなると思うんですけど、まあ、それのね、メタのマスケットであったり、まあ、ライトニングとかが、まあ、もう増えてますので、そこはね、また、ヒーラー使うしかないって感じなんでね。はい、よければね、お使いください。というわけで、チャンネル登録とね、高評価の方も、ぜひよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。